上限超えてる。そうです、超えてもモテました。はい、ということで皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。最初にですね、こちらコメントにあったあの紫ちゃんが座りながらお昼寝するって書いてあって、何のことかちょっと分かんなかったんですけども、やってました。気づいてなかった、ごめんなさい。サムネイルに載せました。目ちゃんとつぶってね、座ってるだけじゃなかったんだと思って、こうサムネイルにしてます。動画内でもどっかでやってるんでチェックしてみてください。で、本題に入ります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。何かっていうと、これですね、コミュニティデーのお題。これ実は私1回購入した後もう1回買いました。ということで何回も買えるんですね。びっくりしました。これ何回も買えるの？そう、買えちゃったので、私この動画上げたんだけど、根本的にポケモンのやつと違うかもしれない。ていうか、まあ160コインでコミュニティデーって言ったら、もう完全にポケモン GO と同じようなものっていうイメージが多分ね、私以外に思ってる人いっぱいいたと思う。蓋開けてみたらちょっとお得になるよみたいな感じで並んでるんだよね。なんか普通に花びら買うよりお得でしょみたいな感じなお題なんだよね。山芋ちゃん、残念だけど来月も同じことになるよ。かもしれないね。でもちょっと増やしてほしいし、でもなんか上限超えてモテるからいいんかな。いや、山芋ちゃんは1100枚の上限にしてるので、まるまる300枚上限超えたんだね。そうなんですよ。だからまあショップに行くと買えないんですけど、このコミュニティデーのお題は上限を超えることができると。だからまあお得というかね、どうしても上限超えても持ちたいっていう人はいいのかもしれない。ショップで買えないもん、まあ、ということで今日はあの上限超えてモテたよっていうのが言いたくて、あと何回も買えるっていうのを考えたら、ポケモン GO とは違うのかもと思ってちょっと自信なくしちゃったっていう話です。コミュニティデイのお題しても記録には残らないからもういいやん。そうなんだよね。なんか今までのイベントのお題とかって、あなたはこれ全部終わりましたよみたいな記録って一切残らないんですよね。自己満足だから、記録に残るのは本当にコミュニティバッジとかデコピクミの図鑑だから、まあ、お題はねもう深く考えないようにします。ということでちょっと短い動画でしたけども、ご報告の動画でした。次の動画はですね、今もう一個作ってるんですけど、レベルの低い人がちょっと緑のキノコをちょっと積んでるんじゃないか説をちょっとお話ししたいと思います。っていうのももう一個のアカウントがちょっと大変なことになってます。また明日動画上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。先に言われちゃった。バイバイ。Go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. Time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me.